こんにちは、カンナです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、ちょっと見ていただきたいんですが、記念品の手ぬぐいなんですね。まあ、こういった形、これもですね、長寿のお祝いという形でね、これも記念品で作られた手ぬぐいなんですね。すごく可愛らしいですよね、2色のプリントの手ぬぐいになります。で、まあ、こういった手ぬぐいなんですけども、この間もね、ご相談いただいたのが出産祝いでの手ぬぐいということなんですが、お孫さんがなんかね、お生まれになったっていうことで、作りたいということでね、ご依頼いただいたんですけども、まあ、出産祝いで私ども何度か作らせていただいたこともあります。まあ、どうやって作るかということなんですけども、イラストをですね、赤ちゃんのイラストを描いてですね、手形足形入れたりとかね、何月何日誕生みたいな形で作られる方も多いようですね。で、まあ、そういった場合、まあ、単色で多いんで、本染めで作ったりすることもできますし、まあ、今みたいにね、2色で可愛らしいですよね、下だけが赤なんですけども、こういって作ることも可能ですね。ですから、まあ、手ぬぐいっていうのは額に入れたりして飾ることもできますし、このぐらいのね、小さいポストカードぐらいの大きさにして、ね、飾ることも可能ですので、まあ、いろんな飾り方もできます。使うものもね、本染めあるいはプリントともにですね、手ぬぐいとしても使えますのでね、まあ、いろんな使い方できますので、まあ、もらった方もね、そんなに邪魔になるものでもないと思います。まあね、ぜひ、記念品で作られるときはですね、またね、ご相談してみてください。よろしくお願いします。